彩り川は松本清張の長編小説。週刊、文春に連載され、1983年7月に文芸春秋から刊行された。銀座に集まる財界人の闇の人間関係を背景に起こる連続殺人事件を描く長編サスペンス。1984年に小竹で映画化されている。夜を迎える銀座通り、井川昌二郎は、 かつては、東洋省さんの取締役だったが、56歳となった今は、首都高速料金所の通行券修受,受員となっていた。ある日、霞が赤料金所で、以前親しかったホステスの山口和子が、井川のかつてのライバルで現在は、東洋省さんの社長となっている、高柳秀夫と同じ車に同席しているのに出くわす。井川はっさに通行券に、以前はことの間で使っていた。 通信文を書き、渡す。和子とと何とか話がしたいと思った井川は、和子が現在自由が丘の豪邸に住み、銀座7丁目の会員制クラブ、ムアンのママとなっていることを突き止める。クラブムアンを訪ねた井川だったが、和子から目殺の周知に遭う。すごすご店を出た井川は、原田と名乗る男に出会う。原田は、 井川が和子とパトロンとの間の連絡係をしていると睨み、絡んできた。原田は井川に和子のパトロンが高柳ではなく、もっと大きな財界の実力者であるという。原田、つまり山越定一は財界雑誌、フィナンシャルプレスに情報を提供していたが、経営の悪化している東洋商さんの社長が和子に大金を援助できるはずがないと考え、 また、東洋省さんが銀行から特別な融資を受けず、借入金もなくやっているのを不審に思っていた。山越えは高柳に礼遇されている前社長の江藤、通る次に接触し、山梨県の山林資産の情報を得る。現地で調べ、その山林は低当にも入っていないことが分かったが、近くの温泉宿で名前を見た、樹営開発なる会社が、 東洋省さんと関係があるのではないかと疑いを持ち始める。山越えは、樹栄開発が、増田文子がママを務める銀座のクラブ、たまで、東洋省さんから接待を受けているらしいと探りを入れていく。山口和子は、5月下旬からクラブ無案に姿を見せなくなった。睡眠薬による自殺未遂などの噂が流れる中、伊川翔士郎のもとに、和子から会いたいと通信が来る。 和子は、井川に、高柳は自分のパトロンではなく、自分が別の実力者に指示されていることを告げる。半信半疑の井川だったが、8月20日、有楽町の映画館で、和子は死体となって発見される。1984年4月14日に公開。制作は松竹、キリプロダクション、配給は松竹。映画化が決定した当初、監督は、 野村義太郎と告知されていたが、後に天木越えを監督した三村春彦に変更となった。三村の意向により、原作より主要人物が若く設定され、人間関係も変更。夜の銀座の誘導係、田中常ジと文子の恋愛関係を軸にしたストーリーとなっている。ラストも異なる。現在は DVD 化されている。他、ありがとうございます。